チェーンを外して初めて洗浄剤で洗いました。非常に強力に汚れが取れますね。ただ次の日、普通にオイルを刺して乗ったら明らかにキュルキュル音がしますね。まあ、途中で心配になって引き返しましたけど、脱脂した直後、チェーンを清掃した直後っていうのは、一回塗っただけでは中に浸透してないみたいですね。だから、チェーンオイル、これを持ちながら、走行した方がいいですね。チェーンを本格的に清掃した後は、まあ、走行中もかさばりますけど、オイルを持っていく。これが重要なのかなと思いました。